アイオワ州立大学に展示されている ABC の復元機アタナソフベリーコンピュータは最初期の電子式デジタル計算装置の一つでしばしば世界初のコンピュータとされる。そのイニシャルから ABC と呼ばれる。1937年から1942年にかけてアイオワ州立大学でジョン・ヴィンセント・アタナソフとクリフォード・イーベリーによって開発された。 日地法の採用、並列コンピューティング、再生式、メモリ、メモリと演算機能の分離といった数々のコンピュータに関する発明を成し遂げた。アタナ祖父は1990年11月13日に当時の大統領ジョージ HW ブッシュからホワイトハウスにてアメリカ国家技術賞を授与された。ABC はアイオワ州立大学物理学部の建物の地いで、 組み立てられた。資金不足のために2年以上を費やし、1939年10月に最初の試作機が完成し、11月に概念実証デモンストレーションが行われた。ABC は約 1.6km 以上の電線と280本の二見極真空間と31個のサイラトロンから構成され、重量は 320kg 以上であり、 机ほどの大きさであった。プログラム内蔵方式ではないところがその後のエドバックやマンチェスターマーク I 等のコンピュータとは異なっている。しかし ABC は現代のコンピュータでも使われている3つのアイデアを実装していた。日地法を使って数値やデータを表す。機械的なものを使わず全て電子的に計算を行う。計算をする部分とメモリを分離する。 さらに ABC は再生式キャパシタメモリを使っており、これは原理的には D ラムと同じである。ABC のメモリはドラムのペアからできていて、それぞれ2600個のコンデンサを内蔵している。このドラムが共通の回転軸上で1秒間に1回転する。コンデンサは50個一組でバンドを形成し、32バンドがドラム内に構成されている。 これにより、マシンは1秒間に30回の加減算ができた。データは50ビットの固定小数点数で表現される。原理的には1秒間に60回、50ビットの固定小数点数を格納、または演算することができる。交流電源の周波数である 60Hz が、マシンの基本動作周波数となっている。論理機能は完全に電子化されていて、 真空管で実装されている。インバータや2入力、3入力のゲートから回路が構成されている。どのゲートの入出力電圧も同じに設定されていて、各ゲートは論理機能を決定する抵抗分圧ネットワークとビット反転用の真空管増幅器から構成されている。ABC はそれ以前の計算機械からは大きな前進だったが、 プログラム内蔵式コンピュータではなかった。操作者は機能を設定するために制御スイッチを操作する必要があった。ちょうど後のコンピュータでブートプログラムを入力するやり方と一緒である。操作できる処理としてはメモリの読み書き、重心法と日置法の相互変換、連立方程式の整理などでスイッチで足りない部分はジャンパー線で結線して操作した。 入出力は2種類の形態があった。一時ユーザー入出力と中間結果入出力である。中間結果格納域を直接操作するのは初期の問題が大きすぎてメモリに入りきらない場合である。中間結果は静電性の紙に書き込むことができ、1枚の紙に1秒間で30、50ビットが直接静電的に記録された。 この機能のエラー発生率は10万回の演算について1回であり、紙に塗布される静電材料の均一性が十分でなかったために起きる問題だった。この問題はアタナ祖父が第二次世界大戦に関連した仕事で大学を離れるまで解決しなかった。一時ユーザー入力はパンチカードを使ったもので出力は操作パネル上の表示である。ABC は 連立一次方程式を解くように設計されていた。当時としては画期的な最大29件の連立方程式を解くことができるマシンだった。この規模の問題は、アタナソフの所属していた物理学部では一般的になりつつあった。基本的に29個の変数を持つ。一次方程式を2つ入力して1つの変数を排除する。これを外部からの操作で繰り返して。 方程式を入力していき、一つずつ変数を排除していく。さらに、もう一度全部の方程式を入力していくと、全部の変数の値を求めることができる。当初、資金は同様の問題を解くことに興味を持っていた農学部から出ていた。デモ実施後の資金は、ニューヨークのリサーチコーポレーションから提供された。オリジナルの ABC は、 大学が地階を教室に改造した時に大きすぎて、ドアの部分が通せなかったため解体され、部品はほとんど廃棄された。1997年、大学キャンパス内にあるエネルギー省、AMs 研究所の調査チームが動作する ABC の複製を真空管や古い部品を使って35万ドルで製作した。復元作業に当たったジョン・ガスタフソンによれば、 当時の製造費用は今の金額で30万ドルに相当するが ABC の修復のための部品が入手しにくくこれだけの費用がかかったとしているこの複製により ABC は本当に設計の意図通りに動作したのかという疑問を払拭した現在 ABC は大学のダーラムセンター法コンピューテーションコミュニケーションの1階ロビーに永久展示されている 1946年に発表されたペンシルベニア大学のジョン・プレスパー・エッカートとジョン・モークリーらによるエニアックのプロジェクトが電子計算機の特許を獲得した。モークリーは1941年6月に ABC を調査しており、熱心な ABC の支持者はエニアックの設計はこれに影響されていると熱心に主張するが、そもそも加減乗除といった計算は、 機械的に行われるが、アルゴリズム的な連立方程式の消去法による解放の実行については、手動で行う機械であった ABC から、自在にプログラム可能とは言えなかったとはいえ、自動計算機であるエニアックへの影響は、どう考えても要素的なものに止まると、技術的には考えざるを得ないというのが結論と言えるであろう。後にその特許が、スペリーランド社のものとなり、 それによる河川が業界の問題となっていたものが1967年についにハネウェル社との間で法廷闘争となった。その結果として権利の一部が無効とされ河川は妨げられた。この法廷闘争の経過において ABC による要素的な選手権についていくつかの事実認定がなされたが、その結果をエニアック神話の崩れた日といった書籍のタイトルに 見られるが如とく、センセーショナルに取り上げる者も,もいる。アタナ祖父は、電子計算機を発明し開発した者は皆賞賛されて叱るべきだと、寛大に述べた。当時、連立方程式は、アナログ計算機で解かれていた。 参考 http://museum.ipsj.or.jp:/computer:/done/0057.html:/. エニアック神話の崩れた日 ISBN47 億6935万880ありがとうございます。